東伏見稲荷神社は、東京都西東京市に鎮座する神社である。京都の伏見稲荷大社の文霊を勘定して、創建された。なお、東伏見という地名はこの神社ができてからついた地名で、それに合わせて、西部新宿線の駅名も上方屋から東伏見に変更された。伏見稲荷大社の祭神の中から、上三玉大臣、助見子大臣、大宮の売り。 大見はのみ柱を勘定し、この三座を東伏見稲荷大臣と総称している。関東地方の稲荷神を信仰する信者たちの希望により、1929年に稲荷神の総本社である伏見稲荷大社から分類を勘定して創建された。勘定の新しさからか、規模は大きいが近代社格制度下で社格が与えられることはなかった。朱色の社殿が、 境内の緑に生えて美しく、新東京百景の一つに選ばれている。社殿の裏側には18箇所の抹茶があり、それらをお参りするのがお捕まえりである。そのお捕まえりエリアも朱色の鳥居が迷路のように張り巡らされ、千本鳥居のようである。戦前、中島飛行機の社員研修所があり、鍛錬教育が行われていた。このため、 米軍の空襲により中島飛行機武蔵製作所で亡くなった人々の慰霊碑がある。ちなみに戦時中は武蔵製作所には従業員に加え日本全国から徴用工員男女動員学徒ら総数5万人が働き国内第一の航空発動機工場となっていた。米軍は日本空軍の補給力を全滅させるため武蔵製作所本土変態爆撃の第一。 目標とし、昭和19年11月24日から終戦まで十数回の爆撃が行われ、爆弾500発が命中し、204名の殉職者と500名を超える負傷者を、出し工場は全く廃墟と化してしまった。都立東伏見公園と隣接している。公園には神社の森と一体化する形で、森の整備が進んでいる。ありがとうございます。